新一は生だ。海軍の異例海へ向かい、一番に俺が降りる。おお前ら次はおでんを送ってやれ。いいそうだって。そういやおでん、俺は死ぬ前に白ひげに会うつもりだ。伊蔵も和の国に返すか。いや、あいつはあの船に馴染んでいた。こう伝えてくれ、白吉ちゃんを頼むと。ああ、分かった。冥王と呼ばれる男、サイコさんのレイリーに何か言葉をかけ、ロジャーは船を降りた。奴は戦意クロッカスから大量の薬を受け取っていた。病はもう末期だったが、男の別れだ。誰も涙など流さなかった。海賊王のクルーは涙など流さないのだ。